伊藤良大は、神奈川県大和市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。身長は194センチメートルで、NPB の球団へ所属した経験がある。日本人野手としては、高橋里氏と並んで、歴代で最も高い。実定は、元プロ野球選手で、楽天球団職員の伊藤隆弘。幼稚園年長の時に野球を始め、神谷田小学校では、 大和春球団、上谷田中学校では、横浜セアボーイズでプレーした。霧光学園高校には、投手として入学したが、肩を痛め1年生時の夏に一類種に転校し、3年生時の夏の甲子園には三類コーチとして出場した。武蔵大学では2年生の春に、レギュラーになり、3年生時の春季リーグでは、52打数24安打10打点、打率。 462の成績で、首都大学野球リーグのベストナインを獲得した。日本製紙石巻での2年目の2013年、第84回都市対抗野球大会では、前3試合に4番、指名打者として出場し、計十打数4安打3打点、打率400の成績で、大会優秀選手に選ばれ、同年の社会人ベストナインに選出された。 その後外野手の練習を行い、2014年の第85回都市対抗野球大会は外野手として JR 東日本東北の補強選手に選ばれ、2回戦に5番、指名打者で先発出場し、3打数無安打だった。9月に韓国で行われた第17回アジア競技大会の野球日本代表に選出され、予選リーグのモンゴル戦では4番、 指名打者で出場し、5打数4アンダゴー5打点を記録した。2014年のプロ野球ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから7巡目で指名。契約金4000万円、年俸800万円という条件で入団した。入団当初の背番号は46。なお、入団直後の12月14日には、一般女性との結婚を発表している。2015年には、 6月21日にプロイリアと初の出場選手登録を果たすと、23日の対オリックスバファローズ戦9回裏に代打で1軍にデビュー。9月27日の対埼玉西武ライオンズ戦では7番指名打者として1軍で初めてスタメンに起用されると、5回表の第2打席で戸亀県からのソロ本塁打によって1軍初アンダ初本塁打。 初打点を記録した。一軍公式戦全体では8試合の出場で2本塁打2打点打率273をマーク。イースタンリーグの公式戦では69試合の出場で2本塁打19打点打率237を記録した。2016年には一軍公式戦への出場機会がなく、 イースタンリーグ公式戦でも45試合の出場で1本塁打、7打点、打率167という成績にとどまった。シーズン終了後の10月24日に球団から支配下選手契約の解除を通告され11月30日に育成選手として契約を結ぶことで球団と合意、背番号を046に変更することも発表された。 12月2日、自由契約公示された。2017年には、支配下選手への復帰や一軍公式戦への出場には至らず、10月1日に、自身2度目の戦力外通告を受け、10月31日、自由契約公示された。12月10日に、ツイッターで引退を表明した。ありがとうございます。